ジェキンジェキンジンダブルエステンカーリン。今日は、スキンケア商品とシャンプートリートメントを紹介したいと思います。で今からじゃあドラッグストアへ行ってきます。行ってきます。行ってきます。行ってきました。ポーランドではおなじみのドラッグストアロスマンですねに行ってきました。で今日はですねクレンジング洗顔化粧水シャンプートリートメントを紹介したいと思います。私だけのおすすめではちょっとですね自信がないので、お友達にも協力していただいて、アンケートを取ったので、それで一緒にご紹介していきたいと思います。で初めにですね、はい、クレンジングからいきましょう。こちらです。こちらリレネの、クリームタイプのクレンジングになってます。使い心地はですね、乳液のようなクリームなので、スル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 と塗って落とすことができます。ですがちょっと私が、ウォータープルーンのマスカラを使ってるせいか、ちょっとマスカラは落ちづらいなーというような感じがしますが、他は問題なく使えてます。はい、続きまして洗顔です。はい、こちらです。ナチュラル石鹸で敏感肌用になってます。ですね、泡立ちは熱湯を使えば、問題なくブクブクになるので、全然普通に使えます。匂いはですねほぼほぼ無臭なんですけれども、ちょっとだけ動物性っぽい匂いがするかなーって感じはするんですけれども、でも全然洗い流したら別に何も匂いしなかったなーって感じです。で洗い上がりはですね、さっぱりというよりはしっとりした感じになるので、やっぱりさすがは敏感肌用だなーと思ってます。でこの値段にしてこの仕上がりは、全然コスパがいいなと思います。ちなみに5ズロってぐらいなんですよ。安いですよね。ちょっと一度皆さん試してみるのもありかと思います。使ってみてください。はい、でたまになんですけれども、私はディエゴとコリンがまだ赤ちゃん石鹸を使っていて、それでこちらで洗顔をたまにしたりします。まあ赤ちゃん用の石鹸なので洗浄力はあんまりないんですけれども、まあ洗い上がりはさっぱりするので、まあたまにですが使ってます。はい、次に化粧水ですね。こちらです。クレンジングと同じメーカーのリネネの化粧水になってます。これ1本でですね、乳液もいらないぐらいの仕上がりにしっとりするような感じになります。かといって別にベタベタするわけではないので、私は結構おすすめします。さらっとした化粧水なので、もうちょっとしっとりさせたいな、今日乾燥が気になるなーっていう時はもう一度二度塗りしたりします。なので結構おすすめなので使ってみるといいと思います。今日買ってる商品はですね、ロスマンでほぼ手に入るんですけれども、まあ他のショップでも手に入るかな。でも一応近くにですね、ヘーベーっていうまた違うドラッグストアがあるんですけれども、そちらがある場合はそちらにあるナチュラルコスメコーナーのフィールフリーっていうのもおすすめだそうですので、皆さんチェックしてみてください。続きましてシャンプーです。アンケートではですね、7割ぐらいの方がですね、パンテーンを使ってました。こちらです。これ日本にもありますよね。私もですね、サロン用のシャンプーがない時などはこちらを使うようにしてます。別に髪にいいか悪いかと言われればあんまり良くはないんですけれども、時間がない時とかさっぱりしたいなーっていう時にはこちらを使うようにしています。でこっちですね、アミノ酸シャンプー、髪にいいシャンプーを探したんですけど、やっぱり売ってないっていうことで、一応おすすめを使ってみようかなと思って買ってみました。はい、それでですね、入手してきたのがこちら、見えるかな、こちらのシャンプーなんですけど、パパイヤのシャンプーになってます。でこのシャンプーはですね、
ドライヘアのモイスチャーシャンプーになってます。で、匂いはですね、パパイヤの匂いが全然しなくてですね、どちらかというと、ちょっと柑橘系の方の匂いがするかなーって感じです。で、使い心地はすっごいすっごいすっごいしっとりします。ちょっと難点として、やっぱりいいシャンプーなので泡立ちが立ちにくいって感じですね。でも、もし髪が汚れてなければ、そこまで泡は立つので問題ないかなーとは思うんですけれども、ちょっとやっぱりしっとりしすぎて、オイリー肌の人にはちょっとあんまり勧められないかなーとは思うけれども、でもすごいツヤツヤはします。で、私がこれを使い始めてからですね、ちょっと抜け毛の方が減ったんです。これすごいですよね。びっくりです。ちょっとなんかいつもこのパンテン使ってた時の半分ぐらいに減ってるので、やっぱりちょっといいシャンプーだなーっていうのはすっごい実感してるんですけれども、もし抜け毛が気になる方は、ちょっと本当におすすめなんで、ちょっと使ってみてほしいですね。ちょっとお値段はするんですけれども、ちょっと使ってみてください。はい。ってな感じです。続いてトリートメントです。トリートメントですね、私もまだ今探し中で、まだ当たりに当たってないんですけれども、とりあえず今使ってるものを紹介したいと思います。こちらです。こちらですね、オーガニックって書いてあったので買ってみたんですけれども、やっぱオーガニックなだけあってですね、しっとり成分が入って、あんまりやっぱり入ってないんですかね、あんまりしっとりしないですね。サラサラするかって言われるとあんまりしないんですけれども、でも先ほどのシャンプーがですね、すっごいしっとりするので、こちらを使っても全然問題なく仕上がっています。匂いもまあいい感じなので別に悪くはないんですけれども、すっごいしっとりさせたい人にはちょっと不向きかもしれないですね。でもなんか健康毛とかにはいいと思うので、まあオーガニックなんで、体にも環境にいいかと思います。はい、おまけにメンズワックスです。私が今使っているのがこっちですね。ですね、私にはちょっとあんまり使い勝手が悪くて、あんまりちょっと好きではないんですけれども、他の市販もそうですね、やっぱりあんまり好きではないんですけれども、まあ使ってみて、そんな高いものではないので、使って試してみるのもありかとは思います。もしおすすめは、私のおすすめはですね、日本から、自分の好みのものを買って持ってくるのがいいかと思います。こんな感じの商品たちでした。いかがでしたか？ポーランドにいる方、またはこれからポーランドに来る方の参考になればなぁと思います。もしよろしければ使ってみてください。はい、またですね、質問などあればコメント欄にでも書いてください。はい、じゃあ始まりまして、みんな、バイバーイ。コリンもバイバーイ。